ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢よ。どうした霊夢？松本零士先生が亡くなったの。ああ、2023年2月13日に、享年85歳で亡くなったって話だな。昭和のアニメブームを牽引し、以降ずっとご活躍されてた。まさに昭和を代表する偉大な漫画家だったぜ。ちなみに霊夢は、松本零士作品の原作アニメで、一番好きなのってなんだ？そうねー。銀河鉄道39とか、キャプテンハーロックとか、千年女王とか、いろいろあるけど、やっぱりなんと言っても、宇宙戦艦ヤマトよね。男のロマンが詰まってるわ。だな。松本零士作品といえば、確かに宇宙戦艦ヤマトが定番だよな。だが、実のところ、原作アニメってことで言うと、ちょっと微妙な話になってしまうんだ。うん、どういうこと？ってことで今回は、宇宙戦艦ヤマト裁判について解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。で、宇宙戦艦ヤマト裁判ってどういうこと？なんかトラブルにでもなっちゃったの？ああ、この裁判は、宇宙戦艦ヤマトの著作権をめぐる裁判なんだが、まずは、概要から話すとするぜ。お願いするわ。宇宙戦艦ヤマトは、1974年に読売テレビ制作、日本テレビ系列で放送された SF アニメで、その一作目は、異星人ガミラス帝国による侵略で、滅亡の危機に瀕した地球を救うために建造された、高性艦航行用宇宙戦艦ヤマトの遠大な旅と、戦いを描くというもの。全26話が放送されている。以降、現代に至るまでアニメのみならず、実写映画を含め、何作も制作され続けている、言わずと知れた名作アニメだな。1970年代には社会現象とも言えるほどの大ブームにもなっているぜ。現代でも好きなアニメとかのランキングとかだと必ず上位に入ってくるほど日本人に愛されてるわよねー。そうだな。著作権をめぐる裁判とかって言ってたけど、どういうことなの？もともと本作は虫プロ商事と随洋エンタープライズにも席を置いていたオフィスアカデミーの西崎義信プロデューサーが虫プロダクションの山本栄一に声をかけ、1973年の初め頃に企画を立ち上げたのが始まりなんだ。松本零士氏が宇宙戦艦ヤマトの企画に参加することになったのは、1974年の4月頃になってからのことで、デザインのスタッフとして参加依頼を受けたのがきっかけだったんだ。え、1スタッフってこと？まあ、最初はそういうことだな。放送開始は同年の10月からで、松本零士氏の漫画が雑誌連載開始したのも、ほぼ同時期だったんだ。現代で言う、メディアミックスってことね。そういうことだな。だから、当初は松本零士氏も、自分は基本のストーリーやアイデアのほとんどを出したが、共同作品でもあり、原作については判断できず、曖昧であると述べていたんだ。だが、放送開始から20年以上が経った1997年に、西崎氏が破産し、かつ銃刀法違反などで逮捕されると、松本零士氏は態度を一変。私が宇宙戦艦ヤマトの著作権者であり、西崎はアニメ化の使用許諾権を得たプロデューサーに過ぎない。その使用許諾権もすでに失効した。と主張し始めたんだ。それで、1999年になって、宇宙戦艦ヤマトを作ったのは誰か、という著作者をめぐって、西崎義信氏と裁判が行われることになったんだ。いやいやいや、なんか突っ込みどころ満載で、ドン引きなんだけど。松本零士先生が態度を一変させたってのもあれなんだけど、西崎氏の破産とか逮捕とかって何よ。まあ、そこだよな。彼はちょっと、癖のあるというか、問題のある人物みたいなんだ。西崎義信氏は、プロデューサー、アニメーション監督であり、宇宙戦艦ヤマトの他にも、海のトリトン、ワンサクン、宇宙空母、ブルーノア、などを企画制作した人物なんだ。へえ、彼もまた、昭和のアニメ業界を牽引した人物ってことね。だが、1991年に、自身が代表取締役を務める会社が倒産。資金難に陥った西崎氏は、宇宙戦艦ヤマトシリーズを含む自身が保有する著作権を担保に、バンダイビジュアル、現バンダイナムコアーツ、と3億円の金銭貸借契約を結び、東北新社という会社へ、著作権を譲渡する契約を結んだんだ。なんとなくだけど、松本零士先生が態度を翻した理由がわからなくもないわね。自身が大切にしてきた、宇宙戦艦ヤマトっていうコンテンツの版権を、資金繰りに困ったからって言って勝手に担保に入れられたり、売却されたんじゃ、たまったものじゃないものね。霊夢の言う通りだな。松本零士氏の真意はわからないが、著作権が曖昧な状態で、勝手に売却されて人手に渡った場合、最悪、宇宙戦艦ヤマトというコンテンツ自体が封印作品になる恐れもあるからな。それで、逮捕云々って話は？1997年12月2日に、西崎氏が運転していた乗用車から、覚醒剤 50g、ヘロイン 6g、大麻 8g が発見され、覚醒剤取締法などの違反容疑で逮捕されたんだ。さらに、1999年2月1日には、自宅のワゴン車に、敵弾発射機付き自動小銃と、実弾を約1800発、
敵弾を約30発、覚醒剤 20g が見つかり、自動小銃の密輸容疑で再逮捕されている。覚醒剤ってのもあれだけど、実弾1800発とか尋常じゃないわねー。ちなみに敵弾発射器って何なの？いわゆるグレネードランチャーのことだな。ちょっと何それ？戦争でもする気？ああ、実のところ、マジでその覚悟はあったみたいだな。本人の主張では以前、西崎が所有する、イギリス船籍の外洋クルーザーで、元都知事で作家の、石原慎太郎氏と尖閣諸島に上陸した際に、石原慎太郎氏を警護する目的で、フィリピン沿岸警備隊の司令官から、購入したと言っているぜ。まあ、警察側の見解では、武器の密輸と転売で、利益を得ようとしたのではないかって話だ。で、結局懲役5年6ヶ月の実刑判決が確定し、収監されている。なんとなくヤバめな人物だってことは、わかったわ。それで、著作権の方の裁判の結果はどうなったの？松本零士氏の主張では、宇宙戦艦ヤマトは自作、天候オズマの宇宙戦艦ヤマトの艦が原型である、とのことだったが、裁判の結果、松本氏側が原作と主張した。天候オズマ、高速エスパー、ヤマトの創作ノート、そして、冒険王連載の漫画、宇宙戦艦ヤマトのいずれも原作ではないと指定され、なおかつ、松本零士氏はアニメの制作過程においても、部分的にしか関わっていないとして、東京地方裁判所は、西崎氏を著作者と認定し、松本氏側の全面敗訴となったんだ。そして、この裁判で敗訴が決まった際、松本零士氏は、私がいなかったら、作品の一コマも存在しない。西崎は悪魔だ。彼に味方する人物も許さない。と、一部マスコミにコメントしたぜ。結局裁判では負けちゃったのね。それにしても、めちゃめちゃご立腹してるわね。まあ、一応その後、和解して、松本零士氏と西崎氏の両者が著作者、という合意を交わしたんだが、その内容は、西崎氏が筆頭著作者であり、代表して著作者人格権を有する、というもので、松本零士氏は西崎氏の同意なしに宇宙戦艦ヤマトシリーズの新作を作れず、また、西崎氏側が許諾したヤマト新作については、松本零士氏は自分の権利を行使できない、ということになったんだ。以降西崎氏側のヤマト新作で松本氏の名前がクレジットされる際は、従来主張してきた原作ではなく、設定デザインってことになっている。一応、著作者ってことではあるみたいだけど、やっぱり名前だけって感じは否めないわねー。だな。裁判終結後に制作されたシリーズの続編、宇宙戦艦ヤマト復活編には、スタッフとして参加していなかったため、クレジットもされなかったし、実写映画、スペースバトルシップヤマトや、リメイク作品である宇宙戦艦ヤマト2199、宇宙戦艦ヤマト2202、宇宙戦艦ヤマト2205でも、西崎氏が原作者としてクレジットされ、松本零士の名は表示されることはなかったんだ。ちなみに、当時の制作スタッフの方たちの間でも、本作はオリジナル企画という認識で、松本零士氏を原作者と考えてるスタッフは、残念ながらごく少数だったって話だ。作詞家として、一作目から関わっていた悪友氏なんかは、松本がヤマトの著作権者を名乗れるのなら、他のスタッフたちや私だって著作権者を名乗れる。とまで、辛口のコメントをコラムに書いている。厳しいわねー。と、まあ裁判の結果は松本零士氏にとって残念な結果に終わったが、それでも、この作品における彼の功績は大きかったのは、誰もが認めることだし、漫画家松本零士がいたからこそ、放送開始から50年近く経った今でも、愛され続けるような作品になったんだと、私は思うぜ。それは、本当に間違いないことだわ。ご冥福をお祈りします。じゃあ、追悼の意味を込めてこの後、松本零士作品のアニメを何か見ようと思うんだが、霊夢は何か見たいものはあるか？そうねー。ここはやっぱり、惑星ロボダンガードエースの一気見なんてどうかしら。ヤマトじゃねーのかよ。一文字断鉄が渋いの。前後16話もあるんだが、本当に一気見するつもりか？徹夜で見るわよ。おう。ってことで、松本零士作品に何か思い入れのある人、もしくは霊夢に付き合って、ダンガードエースの一気見はきついから、漫画版で勘弁してくれって方は、一言コメントしてやってくれ。それと、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価なんかもお願いします。ではまた次回も、ゆっくりしていってねー。